はいどうも、こんにちは、こんばんは。デカポを飲んだ後に宝箱からミニポが出たことがある人は高評価、どうも、ゼルフィーです。ということで、今回はなんですけど、皆さんね、宝箱とか開けるときに、自分がね、例えば AR 欲しいなとか思ったときに限ってさ、AR とか出ないじゃないですか。ただね、もうその、出るものを予言しちゃえば、もう最初にも言ったね、デカポ飲んだ後にミニポが出るみたいな、そういうね、事故も減るわけですよ。ということで、今回は、予言チャレンジやったーということでね、まぁ、今回は、宝箱を開けるときに、〇〇が出るってね、予言して当たったものしか使えない縛りをねちょっとやっていきたいなと思います。ということでやっていきましょう。さあということでねやっていきましょう。ということで宝箱じゃあ1個開けるにつき3つ予言できることにしよう。じゃあということでやっていきましょう。ソルティタワーズ行こうかな。レッツゴー。いやこれねあれなんだよね、普通に落ちてる武器使っちゃいけないのが一番辛いよね。まあね、あの僕余裕でまあいけるんで、はい、ちょっと見といてください。本当にねなんか謎の自信に満ち溢れてるんでね、はい、いけるということでやっていきましょう。やばい、ちょっと待って、宝箱の場所わかんない。ちょっと待って、宝箱の場所わかんない。ちょっと待って、ちょっと使わないけどね、使わないけど持っておくから。はい、宝箱あった、宝箱あった。じゃあアサルトライフル、普通のアサルトライフル、タクショー。ちょっと、あ、しかも3つ予言できるのに僕1個しか予言してなかった。ちょっと待って、やらかしたやらかした。どうしよう、ミニポット普通のアサルトライフルとタクショーミニポは来た。ミニポだけ使える。武器が一つもない。武器が、あ、デカポ飲みたい。だってこれ大ピンチ。大ピンチ。いないよね、ここ敵。あ、よかった、いない。ちょっと、あ、待って、ここに宝箱ある。オッケー。どうするどうする、タクショーか、サルとか、ピストル、もう武器でいく。ねえ、違う。ヘビーじゃない。僕普通のアサルト予想してた。ちょっと待って。ね、なんでこんな出ないことありますか普通。待って、タクショーか、サルトか、ピストル。来い。ねえ、なんで、ねえ、ちょっと待って。僕逆にすごくないこれ。綺麗に武器全部外してるよ。え、待って、タクショかアサルトかピストル来い。あ、来た来た来た、やっとタクショ来た、やっと助かった、マジで助かった。戦ってね、ちょっと行こうか。武器あるからね、武器あるから行けますって。痛い痛い、はぁ、気を取り直してね、まあ、やっていきましょう。じゃあ次はブレザントワーク行きましょうか。まずこういう日もあります。はい、まあ明日はきっといい日になるって言うんでね、まあ今日は悪い日なんでしょうね。はい、ということでやっていきましょうか。とりあえず僕は宝箱がないと何もできない。待って、ここに宝箱がなかったら死ぬ。おい、ないんだけど、ちょっと待って、ちょ、マジやばい、マジやばい、ちょ待てよ。ねえ、バカ、死ね、このクソゲーが。おい、なんだこのクソゲー、本当に。何意味あるの本当に。もう僕は次こそは勝つということで、ホーリーヘッズで行きましょうか。オッケー、じゃあ、アサルトタクショミニポ。あ、来た、アサルト来た、オッケー。オッケー、この家誰もいないね、オッケー。じゃあ、その前にこの宝箱開けるよ。タクショ、ミニポ。デカポ。オッケー、よし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 、ミニポ来た、オッケー。タクショ、デカポ、ミニポ、来い。ミニポ、よっしゃ、これ持てるよ。ミニポで僕の予言して持てるからね、これ。シールある、はい、シールある、はい、カメイム、はい、カメイム見せて、はい、ゴーリョス、待って、一旦によらそ、挟みましての、はい、危ねえ、危ない、お前、マジ危ねえな、ミニポ飲むよ、危ない。オッケー、やっと開幕勝った。3試合目にして、やっと開幕勝ったよ。これ言ったでしょ、明日はきっといい日になるってね。うん。あ、これちょっと釣りもありにしね、釣りで予言してさ、出たものもありにしようぜ。タクショーデカポーきっと、あー、ん？タクショデカポ言って、デカポ言ったよね、多分言ったよね。待って、これでワンチャンポンプ出る可能性もある。ポンプ。ポンプ。ポンプ、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 紫ポンプ。紫ポンプ、紫ポンプ。違う。ゼロポイントフィッシュって何やし、お前いらんわ。ポンプ、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 ポンプ。チャーショじゃない。やばい、やばい、やばい、それはやばい。それはやった。オッケーオッケー、似たんだ、死んだった死んだった、オッケー、やっていく。危ねえ、マジで死ぬと思ったよ。もう待って、 AR 縛りになってるからね、これちょっとやってる企画変わってるよ。ねえ、まずちょっと AR 縛りやめてんだけど。もうやだ、 AR 縛りやりたくない、つまんない、もう AR 縛りなんかやってても。せめてショットガンぐらい欲しくね、ちょっとショットガンぐらいはなきゃさ、やってらんねえぜ。なんか充水した、なんか敵いるんだけど、何あいつ、何あいつ、あいつバカじゃないの、なんだあいつ、気持ち悪い。
まあやっぱりね、相手 SRL 抜かれるのもまあまた、まあそういう日もありますよということで、まあ明日はきっといい日になるということで、今日はいい日ということで、まあやっていきましょうか、本当にね。本当に何やつ気持ち悪いんだけどし。さあ、宝箱はどこ？宝箱あった。タクショアサルト。はい、タクショアサルトミニポ取るから出てください。タクショアサルトミニポ。違う、もうミニポ出たからいいんだけどさ。ミニポ出たからギリ許しちゃう。タクショアサルトミニポ。いや、タクショアサルトデカポ。もう待って、やばい、宝箱？宝箱？あと、タクシーアサルトミニポ。ね、もう、違う。タクシーアサルト、サブマシンガン。あー、ムカつく。戦ってね、今のうちに逃げれる。今のうちに逃げれる。さようなら。今までありがとうございました。さようなら。ねえ、なんでそこいんの？ちょっと待って、もう全部使っちゃいます。はい、もう何もあげません。はい、何にもあげません。もうやりたくありません、この企画。もうやりたくありません。本当に何回やってもタクショとアサルト出ないんです。もういつも出るじゃん、もうやだ、もう僕やりたくない。まんじゅう食べよう。待って、宝箱がいっぱいある家、どこ？待って、この家たくさんありそう。あるじゃん、いつもここに。最悪。なんでこの企画やるとさ、宝箱ないの？タクショー、サルト、ミニポ。死ね。待って、この家敵おるやん。やばいって、危な。あの家敵おった、危な。全然気づかんかったわ。この家もいる。積んだ。待って、積みだプロダクション入る。待って、積みだプロダクション。タクショー、サルト、ミニポ。本当にさ、どういうことかね。ミキマウスおごっちゃうよ。ミキーです。僕ミキーです。私逃げます。無理ですこれ。私一旦逃げます。ありがとうございました。ちょっと待って、どこにある宝箱？もうリスキーとか人気なくて人いないんじゃないの？回された後あるな。びっくりした、なんか降ってきた。危な、シングトゥーマッチ。お前ごとファーザーご臨用しよう。あった、タクショーミニパデカボ。くそ、これは使え、これは私使えませぬ。あ、待って、ここ宝箱3つある。え、あ、3つあるの、1つな、いつたまに3つあるよ、ここ最悪。タクショー、アサルト、ミニポ。まあ、いいんじゃないの、まあ、いいんじゃないの。タクショー、アサルト、ミニポ。よっしゃー、タクショー来たー。もうありがとう、もういい、もうありがたい、本当に今までで一番いいかもしれん、これ。タクショー、アサルト、ミニポ。オッケー、あとはちょっと回復集めれば、もう神、本当に勝ちゲー。後ろからストライクショット。待って、当たらなすぎる。オッケー、やっていく。そう、拾えるものはしっかり拾っていくと。オッケー、なんかいる。何やってんの。ふい、やっていく。待って、別パッキーじゃない、気のせいね。さあ、やっていくよ。待って、ミニポ増えちゃった。ミニポ僕1個しかなかったよね。オッケー。僕ちゃんとね、こういうところルール守るからね。オッケー。ミニポデカポキット、ミニポデカ、なんかいる。何あいつ。何怖。ミニポデカポキット。おい、よっしゃ、デカポ来た。やっと来たよ、デカポ。よ、待たせたな、ほんとに。豪炎寺柊やか、お前は。なんか敵来た。頭当てる。やっていく。オッケー。何なのこいつ、本当に。はい。何でしょう、君。何してんのね。何をしているの。しかもエキゾチック持ってるやん。これで僕はあれでしょ、ザポトロンってさ、予言して、もし出ればこれザポトロン使えるってことだからね。よし、じゃあ、ザポトロン、デカポ、ミニポ、ザポトロン、ミニポ、デカポ、ザポトロン来い。まあ、来るわけないよね。待って、残り3人。やれ、いけ。僕は漁夫なりする。待って、これは来てる。これはいけるんじゃないか。待って、危ねえ。はい、終了ある。
よっしゃー。